現役で売れてる僕が明日から使える速攻性抜群、売れすぎ注意な本物のセールステクニックを10個紹介していきます。僕は現在起業して6年でオンライン商品の24時間販売ランキング1位を10回以上獲得。そして今回教えるテクニックを使って1月には1日1時間しか働かずに1931万円売り上げました。しかも業界の平均成約率って2から 3% なんですが、僕は平均8から 10% を叩き出し最大で 13% まで行きました。そしてもう今は一切セールしなくても、買わせてください、どこで買えますかとお問い合わせの DM までいただけるようになったんですね。ただ売れてるのが僕だけだったら再現性ないやんってなりますよね。大丈夫です、安心してください。もちろん僕以外にも講座の受講生である高松さんが初めての商品リリースで300人中24人が商品を購入し、初日で95万9520円売り上げ、他の受講生も751人中59人が買ってくれて324万3702円売り上げという爆発的な成約率で商品が売れてるので、誰が実践しても結果が出る再現性が高いノウハウです。今日の動画を最後まで見るだけで遠回りせず最短ルートで売れるテクニックがわかる、仕事やビジネスで圧倒的に業績がアップする、思うがままに商品を買ってもらえるようになる、一生使い続けられるノウハウが一撃で身につくという圧倒的なメリットがあります。あなたはいつまでも売れない人のままでいいですか？嫌ですよね。逆に今日お話しする9割以上の人が知らない秘密のテクニックを実践した人は少なくとも楽勝でビジネスを展開しています。売れない悩みを解決させる術を知らない人たちを尻目に楽勝で売れるようになりたい、そう思いませんか？もし今回の動画を見逃してしまうと一生売れない人のままで終わります。それくらい人生を変えてしまう有料級のノウハウ動画で、最後まで見ることをお勧めします。ただしせっかく時間を割いて学んでくれてるあなたに損はしてほしくないので、一つだけ約束してほしいことがあります。動画を飛ばさずに見てほしいということです。 1.5 倍速とかで見るとか早送りは全然 OK なので、飛ばさずに見てください。なぜなら表面の薄い知識だけついても逆に間違った使い方をしてしまい、ずっと売れない悪循環に陥るかもしれないからです。なのでこれだけは気をつけて視聴してくださいね。ではお待ちかね、セールステクニックを10個紹介していきます。爆売れセールステクニック一つ目は緊急性限定性です。緊急性限定性、急がないと買えないやつって思いますよね。シンプルにどんなテクニックかというと、3日間限定とか10個限定、他にもあと3個で完売みたいに急がないと手に入らなくなるという予告をする手法です。え、それそういうのテレビショッピングとかでよく見るけど自分が使っても効果ないんじゃねと思うかもしれません。正直みんなが使ってる手法って不安になりますよね。けど人間って何度でも無限にこのテクニックに踊らされちゃうんです。そもそも人は失う恐怖を想像したり限定性に弱い生き物です。つまり追い込まれてようやく判断できたり行動できたりするんですね。例えば好きなブランドのコラボ商品がリリースされたとして、いつでも買えますよって言われたらどうでしょう。まあ今じゃなくてもいいかと買うのを先延ばしにしちゃいません？でも逆に全世界222個限定、完売したら二度と再販しませんという告知だったらどうですか？え、この機会を逃したらもう手に入らんの？と思いすぐさま抽選に応募したりしますよね。実はこのテクニック、テレビショッピングとかでも30分以内の申し込みでさらに3つの特典をお付けしますという使い方をしてたり、ブランドだったらさっきみたいに全世界何個限定みたいな感じで買い損失の恐怖を煽ってます。でもその手法そろそろ通用しなくなるんじゃないと思うかもですが、それって実は昔から言われてることなんです。けど人間ってそんなすぐには成長しない生き物なんですよね。歴史は繰り返されるっていう言葉あるじゃないですか。その言葉通り実は100年以上前からこの売り方は変わってないですし、変えてなくても売れまくっているテクニックなんです。なので僕ら個人においても商品を販売するときは必ず数量限定もしくは期間限定で販売するのがいいんです。具体的にどういうのと疑問が湧きますよね。なので説明しますが、コンテンツ販売だったら50名限定で締め切り二度と再販しませんとか、3日間限定の募集で二度と買えなくなりますみたいな感じです。 OK ですか？あと僕が使うテクニックとしては24時間以内の参加者限定でさらに追加特典がありますよとオファーをしたりします。なるほど、でもどんな感じでやるのと思いますよね。例えば有料講座をやるとき3日間しか購入できないようにして特典を10個つけます。そして24時間以内に購入してくれた人にはさらに特典を7個お付けしますというオファーをします。でここポイントなんですけど、この24時間以内の購入特典の中に限定価格とかを仕込むといいんですね。例えば24時間限定価格10万円だったとして、期限を過ぎると本当に40万円に値上がりして元の価格では買えなくなるようにします。例えばもしあなたがめちゃくちゃ欲しい服があったとして、本日までセール価格で14,980円、ただし明日以降は定価の49,980円に戻りますって言われたら、もうこの際買ってまえと思って購入しちゃいますよね。人ってお金を使うときはどうしても迷うものなんですけど、
そんな迷っている人に対して一刻も早く動かないと損をするというのを分かってもらえないと購入はしてもらえないわけです。これ機械損失やばいと思いません？だからこの緊急性や限定性で煽るのもセールスにおいては大切なテクニックなんです。結果参加して良かったと思ってもらえれば、このような強烈なオファーで煽ってくれて良かったなと思ってくれるもんなんですよね。なのでこの緊急性限定性は必ず使っていきましょう。続いて爆売れセールステクニック2つ目はアンカリング効果です。うわ、なんか難しそうなやつ来たと思いませんでした？でも大丈夫、めちゃくちゃ意味は簡単です。そもそもアンカリング効果とは最初に聞いた数字に印象が引っ張られてしまう心理効果のことなんです。例えばヨドバシとかビッグカメラにテレビを買いに行ったとしましょう。そこで店員さんにこちらが最新のソニー製 8K テレビですと紹介され、値段を聞いてびっくり、110万円、いやいやそんなの買えないよ、テレビってそんなに高いのと思ってた時に、次に紹介されたのは LG のテレビ、 Netflix や Amazon プライムビデオ、 Hulu や Paravi も見れますと。でもこう思いますよね、でもお高いんでしょ。そこで店員さんに価格を教えてもらうと、なんと8万円、え、安っ、機能も十分だ、これにしますってなりますよね。それがアンカリング効果を使ったセールステクニックです。でも個人がどうやって使えばいいのと思うかもですが、シンプルにセールするときに本来相場は200万円とかなんですよねとか先に言って、僕も普段は300万円とかで教えてますと高い値段を伝えるんですね。そしたらあーきっと高いんだろうなとお客様は思うわけですが、ここでどうしたらいいと思いますか？アンカリング効果は高い値段を先に伝えて後で安い値段を言うことで安く感じる心理効果でしたよね。これを使うんです。なので300万円かと思っているところに、ただ今回はたくさんの方に学んでいただきたいので30万円で募集しようと思っていましたけど、今回はサポートなしの講座ですし、決断が早い人にはもっと得をしてほしいので、24時間以内に購入いただいた方限定で5万円にしますと。300万円だと思ってたら5万円となり、買ってくれる人がめちゃくちゃ増えるんですね。こんな感じで使ってみてください。めちゃくちゃ売れます。実際僕が1月にこのテクニックを使ってセールスをしたら、普通は2から 3% だった成約率が最大 13% までアップしました。やばくないですか？基本心理学を利用したセールステクニックは必ず使った方がいいです。だってこの話聞いて、あーこれは売れるよなと思いませんでした？かなり成約率が上がるマル秘ノウハウなので、ぜひ使ってみてくださいね。では次、爆売れセールステクニック3つ目はアディドバリューです。うわ出たよ横文字と思いました？正直難しく言っただけで結構言葉の意味はシンプルです、すみません。このアディドバリューなんですが、特典など付加価値の部分のことを言います。本当にシンプルな意味ですよね。正直これセールステクニックの中でもめちゃくちゃ大事なものの一つです。実は商品を販売するとき特典をつけた方がいいというのを知ってる人はかなり多いと思うんですけど、なぜか特典は適当に作り、別に購入者が欲しいとも思わないようなものを2、3個つけているみたいな人がほとんどなんですよ。これではあんまり意味がありません。詰めが甘すぎです。だって例えばテレビショッピングでこのハイテク掃除機をご購入の皆様には、今回特別に青汁3ヶ月分、そしてイタリア製のグラス2個セット、そしてこちらのふかふか毛布もお付けします、オファーされたらどうですか？いや別に特典いらんわと思う人がほとんどだと思いません？そうなんです、いらないものをオファーされても購入してくれる人は増えないんです。でお客様に商品を買ってもらうためには魅力的なオファーが大切なんですが、このアディドバリューの部分がその役割のほとんどを担います。どうせ特典をつけるのならできるだけ全て欲しいと思ってもらえるもの、そして数もできるだけ多く用意することが大事です。でも欲しいって思われる特典ってどんなのと思いますよね。実はこれコツが2つあります。これだけを守れば大丈夫です。逆に守らないといらねと思われちゃいます。そんな欲しいと思われる特典のコツは、商品と合わせて使えるもの、めんどくさいを解決するもの、この2つです。商品に関連するものだったり、購入者がこれめんどくさいんだよなと思ってることを解決できる特典がいいんですね。例えばダイエット講座を販売するとして、顧客は痩せる方法を知ってもダイエットレシピとか考えて毎日自炊はだるいなと思いますよね。じゃあそれを解決できるものを作ります。毎日脳死で作るだけルーティンダイエット飯レシピ30選とかをつけます。そしたら、おお、この通りに食べていけば食生活も改善するし、毎日レシピ考えなくていいのか、最高、特典だけでも欲しいとなるわけですね。先ほど僕は特典をつけてる人は多いけど適当につけてる人がほとんどだと言いましたよね。でもこのように特典だけでも商品価格並み、もしくはそれ以上の価値、欲しいと感じさせられてる人はほとんど
いません。だからこそチャンスだと思いません？みんなできていない、やっていない、だからやるんですね。逆張り思考が大事なんです。顧客のニーズを汲み取って、商品はもちろん特典まで徹底して作り込みます。質だけじゃなく量もあるといいですね。僕だったら特典を10個とかつけたりします。しかもさらに24時間以内の参加者限定でさらに7個、合計17台特典というオファーをしたことがあります。まあ頭おかしいぐらい量も多いですし、実用的なものをお渡ししています。これが魅力的なオファー、圧倒的なオファーです。この魅力的な付加価値を商品につけまくった結果、どうなったかというと、平均的な成約率が2から3%だったのが8から10%ほどに上がりました。商品が400個近く売れ、その結果として月収1900万円を達成することができたんですね。購入してくれたお客様は特典だけでも余裕で元取れました。むしろ特典目当てで購入しましたという方もかなり多かったです。このアディドバリューを利用したテクニックってこれだけ効果的なんです。どうせ特典をつけるんだったらこれくらいやりましょう。爆売れセールステクニック4つ目はストーリーです。え、ストーリーって何を語るの？物語を作るの？とかさすがに思わないと思いますが、ここで言うストーリーというのは、商品を作るにあたってこれくらい時間をかけました、これくらいお金をかけました、今まで死ぬほど失敗してきて何円と学びに使ってきた知識投資の中で実際に使えるものを全て詰め込みました、みたいな生みの苦しみを伝えるストーリーのことなんですね。そもそもなぜストーリーを使う必要があるのかを説明します。まず物が売れる3大要素っていうのがあるんですが、何だと思いますか？集客、教育、販売、推し、それは物を売るステップですね。正解は価格、品質、広告です。これが物が売れる3大要素なんです。でもこれらを追求しようとすると僕ら個人にはきつすぎる課題が出てきます。何だと思います？正解はお金です。価格を下げよう、品質を上げよう、広告を出そう、これら全てお金がかかってきちゃいますよね。これを聞いたら僕ら素人じゃ売れる商品なんて作れないじゃんと思うかもですが、ここで活躍するのがストーリーなんです。そう、ストーリーがあれば売れるんです。じゃあストーリーにはどんな効果があると思いますか？めちゃくちゃ大きなパワーが秘められてるんですが、答えは人の心を動かすことができるです。他の動画でも言いましたが、ファンになったらあなたの商品はいとも簡単に売れていくわけなんです。しかもストーリーで共感してファンになってくれた人はずっと覚えててくれるので長いお付き合いになることが多いんですね。でもストーリーってどんな感じ？と思うかもなので実例をご紹介します。次の3つのリンゴが置いてあるとして、あなたはどれを選びますか？ A、 どこにでもあるごく一般的な農法で育てたリンゴです。 B、 周りの葉っぱを取らずに栽培し果実に十分な栄養を行き渡らせたリンゴです。そうすると見た目は少し悪くなりますが断然美味しくなるのです。 C、 奇跡のリンゴでおなじみの木村明則さんが作ったリンゴです。木村さんは絶対に不可能と言われていたリンゴの無農薬無肥料栽培を8年の歳月をかけ、長年の極貧生活と孤立を乗り越えて試行錯誤の末にようやく実現しました。さてこれらの中でどれが一番売れたと思いますか？答えは C です。正解した方おめでとうございます。さてこの話において一つめちゃくちゃ重要なことがあるんですが、何かわかりますか？正解は一番売れたリンゴは品質については一切語っていない点です。現代って特にそうなんですが、品質で争うとライバルが死ぬほど増えます。でもストーリーでファン化するとこの人が作ったリンゴが食べたいという売れ方をするので、唯一無二かつライバルなしの商品になるわけですね。なのでストーリーってめちゃくちゃ強いんです。僕らみたいにコンテンツ販売をやっていく人が商品をストーリーで売る時の3つのコツがあるんですが、それを簡単にお伝えすると、1、この商品にはどれぐらいお金をかけたか、2、どれくらい苦労して作ったか、3、売るまでにどれだけ時間とお金を費やしたか、この3つの要素を入れるといいです。例えば今みたいに情報が出回ってない時代から騙されたり中身のない教材に何百万円も使って遠回りしてきました。毎日3時間睡眠で4ヶ月間努力してやっと稼げるようになったサラリーマン時代、そしてたくさんの失敗を経験しながらなんとか生き残ってきました。起業して6年、ようやく納得できる講座が完成しました。教材を作るのに200万円かけ、今まで学びに2000万円以上使ってきて得た知識を全て詰め込みました。僕の集大成です。こんなストーリーを知ったらちょっと感動しますよね。しかもその講座が5万円だったらどうですか？安いってなりませんか？そうなんです、ストーリーってこれぐらい強いんですね。なので必ず使っていきましょう。爆売れセールステクニック5つ目は安心感の担保です。これに関してはもう分かりますよね。そのまま安心感を与えてあげることです。でも具体的に商品を売るときはどうやって安心感を与えるのか、これ知りたいですよね。どうやるのかというと、僕らコンテンツ販売の業界だとすでに講座を購入している受講生からのレビューを公開したり、受講生がどれだけ実績を出しているか、何歳ぐらいの人が多いとか、男女比はこれぐらいなどを伝える、これなんです。するとじゃあ自分でもできるかもと思ってもらえるんですよね。シンプルに購入前の不安を少しでも減らす、
らしてあげて安心してもらうことで成約率を上げるというテクニックです。これも必ず使っていく方がいいですね。でもこんな細かいことやる必要あると思うかもですが、とある営業マンが購入前にお客様の不安を取り除く施策をやった場合とやらなかった場合で 20% 以上成約率に違いが出たというデータもあります。結局神は細部に宿るという言葉がある通り、できることは全てやる、これが後々に大きな差を生んでいくんですよね。さてここまで5つのテクニックを解説してきました。1緊急性限定性、2アンカリング効果、3アディドバリュー、4ストーリー、5安心感の担保という5つでしたよね。ここまでは理解できましたか？話を聞いただけではわからなかったとしても、実際に使ってみると効果すんごいので絶対に試してみてください。そしてここからの後半はより濃く実践的なテクニックを紹介してますので、ここからもしっかり見てほしいです。またこの動画を探さなくてもすぐに見返せるようにチャンネル登録もぜひ今のうちにお願いします。では後半、爆売れセールステクニック6つ目は熱意を伝えるです。これ前半で伝えた4のストーリーと少し似てますが、そっちは文章でのお話で、この熱意を伝えるというのはズームセールスとか対面セールスで使うノウハウです。で何が違うん？と思いますよね。シンプルに言えば気持ちを込めて伝えようということです。熱意を込めて話すんです。そんなんで何が変わるねんと思いません？僕も実践するまではずっと同じことを思ってました。でもこれ聞いたら納得です。例えばなんかやる気なさそうな営業マンがアポ取ってきて、こちらの製品で弊社の問題を必ず解決いたします、一生懸命3年間試行錯誤して開発いたしました、ぜひ取り入れていただきたく、みたいに弱々しく伝えてきたらどうですか？買いたいと思いますか？思わないですよね。逆に本当にあなたのことを考えている気持ちが伝わってくる感じで、こちらの製品で弊社の問題を必ず解決いたします、一生懸命3年間試行錯誤して開発いたしました、うちに任せてくださいと言われたらどうですか？じゃあ試してみようかなと思いますよね。ここでかなりの差が生まれてきません？熱意ある方が買いたいと思わせれる確率が上がるのは一目瞭然ですよね。だから気持ちを込めて話すことってノウハウとかより大事なんですね。でこれをコンテンツ販売のセールスで使うとしたら、僕の場合は今まで6年間ビジネスという業界で発信してきました。昔ってこの業界は詐欺師ばっかりで、100万円のコンサルや25万円のコンサル、そして162万円のコンサルで騙されてきたんです。今みたいに正しい知識を教えてくれる人もほとんどいなかったので、たくさんの失敗と遠回りをしてきました。だからこそあんな辛い思いはしてほしくない、そんな気持ちから生まれたのがこの講座です。最短最速で圧倒的な結果を出してほしい、そう思っているから必死であなたのために作りましたという感じでメッセージを伝えます。これ結構響きませんか？結局最後に人を行動させるのは感情なんですね。商品の内容とか特典とか、そういう価値を伝えるテクニックも重要ですが、気持ちがこもっていること、そしてそれが伝わること、これが一番響くし購買行動につながるんですね。なので思いとかは恥ずかしくてもしっかり本音で伝えることが大切です。ストーリー×熱意ぜひ使ってください。爆売れセールステクニック7つ目は認知的不協和の解消です。タツミンさんもうって難しく言わんでもってなりました。そうですよね、すみません。これも実は心理学の名前なんです。なんかかっこいいから使っちゃってます。さて認知的不協和の解消、これも難しく言ってるだけで、シンプルに説明するならば、行動していることを認めてあげる、褒めてあげる、これをやることです。え、どういうこと？と思いますよね。そもそもあなたは褒められたら嬉しいですよね。行動したことを認めてくれたら嬉しいですよね。それをお客様に対してもやってあげましょう。これだけの話です。例えば今見ていただいてるこの動画もかなり長いですよね。僕もよくやってますが、あなたが知識を増やすために動画を見ようという姿勢を素晴らしいと褒めて、そしてここまで学んでるならあとは行動すれば結果出ますよと認めます。これと同じことをあなたの見込み客にもしてあげましょうというものです。実はこの認知的不協和の解消はサンクコスト効果という心理効果を利用しています。今サンクコスト効果って何？と思いましたよね。サンクコスト効果を簡単に説明すると、時間やお金をかけた物事ほど回収しなきゃとなってしまう心理効果のことです。でこれを利用しているビジネスって山ほどあります。パチンコとかまさにいい例で、10時間も座ってプレイしたんだからせっかくなら当たりが出るまでやり続けるみたいな人っていますよね。他にも今日は5万円もマイナスになってしまった、たくさん時間もかけたし何としても取り返さないとという心理になって借金してまでプレイしてしまう人が出てきます。怖すぎません？でもサンクコストを利用しているからこそ儲かってるんですよね。で話を戻すと、認知的不協和の解消はこういった
せっかく〇〇したんだから〇〇しなきゃという行動を褒めてあげる、認めてあげるということという話です。理解できましたか？ではコンテンツ販売においてのトーク例をお伝えしますが、その前に前提知識としてお伝えしたいことがあります。コンテンツ販売の場合での顧客がセールスを受けるまでの流れを知っておいてほしいんですが、 1. SNS から LINE へ登録、 2. すぐにメルマガへ誘導、 3. 長尺の動画を視聴、 4. セールスという結構な手順を踏むことがほとんどです。なのでそんな手順を踏んできたことを褒める、認めてあげるんですね。ほとんどここまでたどり着く人はいないですよと。トーク例をお伝えすると、あなたはこの動画を受け取るために LINE に登録して、わざわざメールアドレスをフォームに入力してメルマガにも登録してくれましたよね。さらに1時間以上の動画をしっかり見て学んでいる、素晴らしい学びの姿勢です。こんなに長い動画を最後の方まで見る方なんてごく少数です。 10% もいません。なのでその学びに対する姿勢は素晴らしいですし、行動につなげれば結果が出るでしょうみたいな感じで、ここまで行動したことをしっかり褒めてあげます。実際事実ですし、認められたら嬉しいですよね。なので伝えます。しかもこうやって認めてもらったら、自分にもできそうと行動する勇気も出てきますよね。だからあなたが価値を提供する側になった時に必ず使ってあげるべきテクニックなんです。むしろ迷った結果現状のままでいる方がお客様のためにならないですからね。なのでこの認知的不協和の解消、トーク例を参考に使っていきましょう。いよいよあと3つですね。疲れてませんか？この動画を1回見るだけで全て覚えなあかんと思わなくてもいいんです。何度も何度も見返して復習して覚えてもらえれば OK です。では爆売れセールステクニック8つ目はバリュースイッチです。もちろんバリュースイッチって何？と思いますよね。簡単に言えば、もともとあるサービスに一手間かけて進化させることだと思ってください。高単価商品を売るときに有効な手段で、あのライザップもやっている手法です。知ってましたか？実はライザップがやってることって、痩せる方法と食事管理を教えるという至ってシンプルなことなんですが、このバリュースイッチを使って3ヶ月で50万円というような高額サービスに仕立て上げています。つまりどういうことかというと、痩せる方法と食事管理を教えるというコンテンツ、これだけ受け取っても自己管理ができなくて実践できない、続かないという人が多いと思いませんか？だからここで管理するというバリュースイッチを入れます。するとどうなるでしょう？できないから管理される、管理された結果実践できる、だから結果が出る、そして痩せられる、だからいいコンテンツという評判が生まれますし、実際ほとんどの方が痩せれたという実績もあり、ダイエットコンテンツで3ヶ月50万円とかで売れてるわけです。ただライザップの痩せ方だとリバウンドしやすいだとか、いろんな話を聞きますが、ここでは話さないでおきますね。でも高単価にスイッチできるのって有名なサービスだからじゃないの？とか、個人でそんな単価取れるわけない、そう思う方もいらっしゃるかもしれません。確かに個人がそんな金額もらって商売できるの？ってなりますよね。ただそれができるんです。実は社員なしの一人社長で単価50万円とか100万円のサービスで年収3億とか稼ぐ人って結構いるんですよね。そういう人たちがこのバリュースイッチをうまく使っています。じゃあ個人だったらどうすればいいの？と思いますよね。これ僕ら個人においてもやり方は一緒です。例えば元はコンテンツを渡すだけのサポートなしの商品で5万円とかだったものを、このバリュースイッチを入れるだけで50万円とかの高単価商品にすることができるんです。そしてむしろこの高単価商品の方が結果的には価値を感じてもらえるようになります。なぜだと思いますか？答えは構造的に顧客の成果が出やすいからです。え、なんで？ってなりますよね。なので解説します。さっきライザップの話で痩せ方のコンテンツをもらってもそれだけじゃ結果が出ないと言いましたよね。そうなんです。人って怠け者なので、管理されるとか直接教わらないとなかなか行動できないんです。簡単に言えば、高単価にするときには基本的にサポートをつけるので構造的に顧客の成果が出やすいということなんです。なのであなたが高単価のサービスをやるときにバリュースイッチを入れるとしたら、個別添削サービス、グループサポート、こういった顧客を管理する仕組みを追加しましょう。そしてセールスの時に管理されたら結果が出ますよというのを伝える。これをやるだけで今まで5万円でしか売れなかった講座が一瞬にして50万円の高単価で売れるようになったりします。しかも顧客の成果も出やすい、まさに魔法なんですよね。このバリュースイッチすごいと思いません？絶対に使ってくださいね。いよいよ大詰めですね。爆売れセールステクニック9個目は体験型コンテンツを入れるです。ここまで見ている勉強熱心なあなたならもうわかると思います。この体験型コンテンツも付加価値の一つなんです。でも体験型ってどういう感じ？と思いますよね。最近だとオンライン講座とか流行ってますよね。僕らコンテンツ販売を業態としている人は自然とオンライン完結になっちゃうことが多いんです。人に合わないんですよね。ただオンライン完結の商品だと体験という価値を提供するっていうのが難しいんですよね。美容室とかだと直接話すし、直接髪の毛も切ってもらえる、そして劇的ビフォーアフターみたいな感じで
変化を体験できるじゃないですか。こういったものを体験価値というんですが、オンラインだけでは難しいよねという話なんです。なので月1回の食事会、懇親会とか2ヶ月に1回の合宿、リアルセミナー開催とか、そういうオフライン要素を商品のサービスに入れていくと、これまた商品価値を爆発的にアップさせることができます。なんせ実際に会える、直接話せるというのは、普段オンラインでしかやり取りをしない関係だと凄まじい価値になるんですね。そんなんズームとかでいいやんと思うかもですが、コロナ禍で感じましたよね。やっぱりズームと直接会うのは全然違うなと。人は結局直接会いたいと思うもんなんですよね。なのでこの体験型コンテンツを商品に入れるのも購買意欲の向上につながりますので、絶対にやった方がいいです。おすすめです。さて、ついに最後ですね。爆売れセールステクニック10個目は、透明性のアピールです。結論、どんなことをするかというと、利害関係を包み隠さず伝えます。例えば、1時間超えの無料コンテンツみたいな、ボリューミーなプレゼントを受け取ると、え、なんでこの量のコンテンツが無料？裏があるんじゃ？と思う人がいますよね。なので、事前にそれを想定して、自分は他にも講座やスクールで収益があるので、情報はすべて無料で公開するスタンスです。無料で価値を感じてもらった結果、この人から学びたいと思ってもらったら、講座に参加してもらいたいと思うからです。裏の狙いがあるとすればこれです。と、狙いの部分まで全てしっかり言ってしまいます。すると透明性が生まれて信用できませんか？基本的に何かありそうと疑われそうな要素は全て先回りして説明する。それが顧客の迷いや不安を解消してくれて商品の購入につながります。日本の商売ってなぜか結構隠蔽癖がありますよね。悪い部分は隠してしまうような。でもデメリットを知らずに購入した消費者って後でがっかりしたらどうですか？逆にクレーマーになりますよね。なので基本的に全て包み隠さず伝えることで信頼にもつながるということです。そして僕らコンテンツ販売という無形商材を扱うビジネスだと、なおさらこの透明性が大事なんです。なぜだと思いますか？怪しいと思われた瞬間、お客様は商品を買ってくれなくなるからです。だから無料プレゼントで集客をする際も、必ず無料で配る理由を包み隠さず伝えましょうということなんです。基本ビジネスは誠実にお客様のことを考えてやっていればいいんです。いい口コミが出たらどうなると思いますか？勝手に商品が広まって売らなくても売れるという状態になります。この状態になりたければ、今日教えた10個のセールステクニックを使って販売し、顧客の人生を良くすることだけを考えて商売をしていきましょう。もちろん簡単にではありませんが、確実に豊かになっていきますので。では今日教えた10個のテクニックを簡単におさらいすると、1緊急性限定性、2アンカリング効果、3アディドバリュー、4ストーリー、5安心感の担保、6熱意を伝える、7認知的不協和の解消、8バリュースイッチ、9体験型コンテンツを入れる、10透明性のアピールでしたね。もう一度言いますが、1回で全部覚えようとしなくていいです。何度も復習して身につけてください。これら10個のテクニックなんですが、僕自身全てを活用することでもうめちゃくちゃセールスが楽になりました。緊張してプレゼンしなくても、ここで伝えたことをしっかりお話しするだけで、むしろ欲しいです、買わせてください、どこで買えますかと言われるぐらいです。セールス経験ゼロだった僕でも余裕で売れるようになったので、あなたにも必ずできるようになります。今日教えたことを実践すると、セールスイコール難しいという概念すら消え去りますので、ぜひやってみてください。ただ結局セールステクニックだけ覚えても稼げるようにはならないので、全体像や本質、そして最新のテクニックまで全て知ってほしいんです。僕が教えているのはコンテンツ販売を仕組み化して1日1時間労働で売れ続ける仕組みを作る方法、つまり最新版コンテンツ販売かける自動化なわけですが、ここまで見てくださったあなたはセールステクニック以外も知りたいとか、タツミンさんって何で稼げるのとか、コンテンツ販売ってどうやってやるの、そう思ってくれてるかもしれません。そんなかゆいところまで全て解説している特大ボリュームのコンテンツを今回ドドンと無料でプレゼントします。今回配布するのは1時間45分の動画と 55,500 文字147ページの電子書籍、その他合計6時間7個の限定コンテンツです。この動画で解説した爆売れセールステクニックと合わせて学べば、それだけで稼げるようになってしまうレベルの超有料級コンテンツです。制作期間半年、100万円以上かけて40度の熱が出ても休まずに必死で制作した合計7つの特典の受け取り方なんですが、動画下の概要欄に貼ってあるリンクにアクセスしてアプリで開くを押すだけです。そんな無料コンテンツの中身なんですが、僕自身が撮影当時1日1時間労働、従業員ゼロのたった一人で5年で売上 4.1 億、利益 3.6 億を達成、そして2023年1月に月収1900万円を達成した方法を解説する1時間45分の動画
最先端のマーケティング、最新版コンテンツ販売×自動化プレミアム動画1本、55,500文字、147ページでお送りするコンテンツ販売の本質徹底解説電子書籍、この2つを無料プレゼントします。このプレミアム動画では売れているマーケターだけが実践しており、僕自身も5年で売上4億を達成した2023年最新版コンテンツ販売×自動化の本質、 4.1 億売上 3.6 億利益の利益率 90% を達成した儲かるビジネスの4原則とは、10万円だった売上が1000万円に伸びる商品価格の最適解、買わせてくださいと言われるファン化のコツ、フォロワー100人でも500人以上集客、最も効果的な無料プレゼント企画とは、3日間で4000個売れた究極の販売戦略の裏側、初心者でも 100% 自分の商品を作れる方法、日本人の 1% も知らない最新のセールスファネル、客単価1000万も当たり前、人が惜しまずにお金を出すビッグ4ジャンル、5万円の商品が100万円で売れる価格相場の破壊、1日たった1時間の作業で毎日10から40万円勝手に売れる最新版コンテンツ販売×自動化、極限まで効率化した経験知識ゼロの初心者から年収1億を当たり前のように稼げるようになる再現性 100% の完全成功ロードマップ、これらを1時間以上の動画1本で完全解説しています。こちらの電子書籍では最新のコンテンツ販売の本質、結果を出すための超具体的な流れを約55,500文字、147ページで本1冊に凝縮しました。またはそれだけでなく、動画時間1時間20分、明日から月収100万円を狙えるようになる速攻性抜群本質ウェブセミナー、動画時間53分、永続的に稼ぎ続ける人材になれる超基礎講座、動画時間37分、時給が無限になる世界へあなたを連れていく自動化の基礎、動画時間45分、僕が宝島社から出版しているストレスポイ捨て企業術という書籍の購入者限定配布コンテンツ、自動で売れるヤバい仕組み作りマニュアル、全7話45分、自動で売れる仕組みが学べる音声コンテンツ、ビジネス自動化オーディオブック、6個の音声&動画プラス電子書籍1冊、合計時間6時間、文字数で言うと30万文字以上の爆発的な内容のコンテンツを全てまとめて配布、欲しい方は概要欄のリンクから無料で配布しているので受け取ってほしいのですが、ただしこれらの特典全ては期間限定配布で、予告なしに突然受け取りリンクを削除しますので、全て受け取れずに公開することになるのが嫌だったら今すぐ受け取っておいてください。毎回めちゃくちゃ気合い入れて動画を作ってます。ここまでしっかり見てくださる方って本当に少ないんです。日本人で学ぶ姿勢がある人自体 10% もいません。そしてこのプレゼント案内もここまで見ていないと知ることもありません。こんなチャンスを手にしているのもあなたがここまでしっかり勉強しようとしたからです。本当に素晴らしいです。僕も初心者の頃、知識ゼロから死に物狂いで学び、行動し、失敗してきました。だからこそここまで皆さんに教えることができていますし、実際今の喜びってお金が稼げたとかより、受講生とかこうやって動画を見てくださってる方に、辰巳さんめちゃくちゃ勉強になりましたと喜んでもらえることなんですよ。だから頑張れています。いつもありがとうございます。毎回心がけてはいますが、これからも濃い動画ばっかりをアップしていきます。ぜひ勉強するだけじゃなく、コメントでアウトプットとか感想とかも書いてくださると嬉しいです。そんな次回以降の濃い動画をこれからも見逃したくない方は、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックもしておいてもらえればと思います。ということで、今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。プレゼントの受け取りお忘れなく。もう一度言いますが、動画にいいね、そしてコメント欄に感想や内容のアウトプットなどをガンガンしていただければと思います。動画を見るだけでなく、文章でアウトプットすると記憶に定着しやすいですよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。タツミンでした。